北方戦争、北方戦争、北方戦争、1655年から1661年は、17世紀に起きたスウェーデン、バルト帝国と、その他の国々、ポーランド・リトアニア連合、大洪水時代、1648年から1667年、モスクワ大公国、ロシアツアーリ国、1656年から1658年、 ブランデンブルクイコールプロイセン、1657年から1660年、新聖ローマ帝国、1657年から1660年、そしてデンマークイコールノルウェー、1657年から1658年、1658年から1660年、との戦争をひとまとめにしたときに使われる。この戦争には様々な別名が各国に存在する。 例えば、ポーランドにおいては、大洪水時代がしばしばこの一連のスウェーデン、ブランデンブルク、ロシア、トランシルバニア、そしてウクライナコサックとの戦争を指す用語として使われており、デンマークにおいては、カールングスタブ戦争として知られている。これらの戦争において、イングランドは一貫して、スウェーデンの同盟国として行動し、ネーデルランドはイングランドに対抗するため逆の立場で、 この戦争に関与した。北方戦争はスウェーデンが起こしたものだが、数年前に勃発したコサックの反乱、フメリニツキーの乱により、ポーランドリトアニア連合が巻き込まれた大洪水時代という内戦に近隣諸国が介入したものである。特にスウェーデンは、ポーランドとの王い継承権問題を抱えており、スウェーデンの新王チョープファルツ家の王いを、ポーランド王に認めさせるという意図もあった。 スウェーデンは周辺諸国にも火種を抱えていた。東方のモスクワ国家は西欧の窓であるバルト海の出口を奪われていた。デンマークイコールノルウェイはスウェーデンとの異根が前世紀より続いていた。両国はスキアラバスウェーデンとの戦争を伺っていた。フメリニツキーノーランではモスクワ国家とスウェーデンは共闘関係にあったがスウェーデンが リトアニア大公国とダ大ネーン王道を結び、連合王国、共和国に影響力を行使することは必然的にスウェーデンによる脅威が強まることを意味し、モスクワ国家との対立関係はさらに深まることとなった。政官の立場を取るデンマークも連合王国でのスウェーデンの動向を伺っていた。一方で、スウェーデンがバルト海世界で影響力が増せば増すほど親王家の国王は 周辺国への野心を高まらせていくこととなる。大洪水時代という未曾有の内戦は、近隣諸国の介入による国家間戦争に至り、スウェーデンによる侵攻は、結果的に北方諸国間による抗争を激化させていくこととなる。この戦争は、当初はスウェーデンが圧倒し、後の両国との講和条約により、プファルツ王朝を認めさせたことと、1629年に、 成立したリボニアのリーフランドを正式にスウェーデン領として任させることができた。しかし、スウェーデンによる脅威から連合王国の徹底抗戦と周辺諸国の対スウェーデン戦争を呼び起こし、戦域は拡大し多大な犠牲を強いられることとなった。特にポーランドとの同君連合下にあったリトアニア、大公国との巨大ネーン王道1655年は、 完全に失敗に終わることとなった。これは、スウェーデン国王自身の古代化した野心と、連合王国の分割、そしてスウェーデン軍による、連合王国の都市、農村への略奪、破壊行為が、連合王国国民の怒りを買い、自制的に不メリにつきいの乱が一段落したことも、あって、連合王国の総力を挙げての大反撃に転換し、スウェーデン軍は、その後軍事的敗退を喫し。 1657年に連合王国から追い払われる結果となったのである。これはスウェーデンの新王家であるプファルツ王家にとっては大失態であったが、ポーランド側にとっても軍事的にも政治的にも大転換の余力はなかった。スウェーデン軍の老石により連合王国の経済は圧迫され、国土の疲弊をもたらした上、スウェーデン軍を追い払っても、なお、 ウクライナコサックやロシアとの戦争が継続したからである。スウェーデン軍はデンマークとの戦争激化によって1659年に完全撤退したが、ポーランドとの和平がなるまでは、ポーランドの貿易港を圧迫し続けた。とはいえ、王い継承問題については、スウェーデンの最低限の戦争目的は果たされることとなる。モスクワ国家は、 スウェーデンのポーランドでの成功を見て脅威を感じ、ポーランドとの戦争を一時停止し、1656年からスウェーデンと交戦状態に入った。モスクワ国家はスウェーデンがポーランドで孤立している間、戦争で優位に立ち、フィンランド、エストニア、ラトビアなど広大な領土の占領に成功した。しかし、ウクライナで親ポーランド派が反旗を翻し、半島領の反乱。 ポーランドも停戦を破棄してきたため、この危機に対応する必要から、モスクワ国家は、スウェーデンと1658年末に休戦。モスクワ国家は休戦後もスウェーデン東部領土を占領下に置いていたものの、スウェーデンからしてみれば、交戦状態からは、免れており、危機的状態からは、脱することとなった。デンマークはポーランドでのスウェーデンの失態を見逃さず、この機に乗じて、 戦線復刻するも、スウェーデン軍は迅速で、一気に、ユトランド半島に侵攻し、海戦わずか数ヶ月で、ユトランド半島を制圧した、カールグスタフ戦争。デンマークは首都を、半島から、シェラン島に戻し、優位な海軍を持って防衛しようとしたが、1657年から1658年の、冬の大寒波がデンマークを襲い、艦隊も氷に閉ざされた。 さらにシェラン島に至る海峡も凍結したことで、スウェーデン軍は、氷上進攻を観光し、首都コペンハーゲンは包囲され、デンマークは降伏した。1658年2月26日、ロスキレ条約を締結。ロスキレ条約の結果、デンマークはスウェーデンに領土を割譲したものの、デンマークがオランダと密約したという不穏な情報が、スウェーデンにもたらされ、 1658年11月、オランダ艦隊は、スウェーデン艦隊を撃破した挙句、コッペンハーゲン防衛のための陸軍部隊を展開した。これを不快視したスウェーデンは1659年に、再度デンマークに進攻する。しかし、スウェーデン軍は、名称でロイテル率いるオランダ艦隊に支援れた抵抗により、コッペンハーゲンを攻略することはできず、その間に、デンマーク、 ブランデンブルクイコールプロイセン、ハプスブルク君主国との軍事同盟が成立し、その同盟軍による進駐とデンマーク軍による抵抗により、スウェーデン軍はデンマークからの撤退を余儀なくされた。スウェーデンは戦争を継続するも、先陣を追い出すコーネ、ロスキレ条約以前デンマーク領でも反乱が起きたため、戦況は安定した。 さらに1660年初頭、軍を指揮するスウェーデン国王自身が熱病に侵されることとなった。カール10世は1660年初に病気に倒れ、2月23日に死去した。カール10世の死により和平の障害の一つが除かれ、4月23日にはオリバ条約が締結された。スウェーデンはの主権を認められ、ブランデンブルクは プロイセン公国の主権を承認され、ヤンニセイ・カジミエシュは、スウェーデン王への請求を取り下げたが、スウェーデン王の称号を死去まで保じることを承認された。占領地はすべて現状回復とした。しかし、デンマークは直近の成功により、スウェーデンの弱点を見つけ、和平に前向きではなかった。オランダは、封鎖を解除したが、説得されて、再び、 デンマークに肩入れした。フランスとイングランドは、スウェーデン側で、介入、再び対戦が起こるように思えた。しかし、デンマークの政治家は、外国の直接介入を排除して、平和条約を交渉、コッペンハーゲン条約の締結に成功した。条約によりスウェーデンは、ボーンホルム島とトロンデラーグをデンマークに返還した。またデンマークは、 バルト海でのスウェーデンに対する海軍行動の禁止約束した。1660年の条約は政治的にはデンマーク、スウェーデンとノルウェーの境界を定め、境界は現代まで続いた。また、スウェーデンはカンバルト海世界の覇権を確保した。ロシアは対ポーランド戦争を継続したが、スウェーデンとはカディス条約で交は、 ロシアが占領したスウェーデン領を返還した。スウェーデンはこの戦争で軍事的成功はほとんどなし得なかったが政治的成功を得て北方の覇権を確立するに至った。北方戦争はこのようにバルト海世界に多大なインパクトを与えスウェーデンと交戦国との40年間の和平の後北方諸国が再度結集した戦争、大北方戦争。 1700年から1721年を再開することとなる。同時に、スウェーデン財政にも多大なプレッシャーを与え、戦後のスウェーデンの国力弱体化を招くことにもつながった。スウェーデンはバルト海世界での優位を保ったが、植民地はオランダによって奪われ、スウェーデンの植民地帝国への道は立たれたプファルツ王朝の下では、スウェーデン海軍の更新はなく、 スウェーデンの植民地であった北米のニュースウェーデン及びアフリカのゴールドコーストを創出した。しかし、スウェーデンにとって肥沃なスコーネ地方の獲得は北方戦争の中での数少ない成果でもあった。1658年のロスキレ条約で得た領土のうち残った領土がスコーネだった。この領土を維持するためにスウェーデン政府は他の占領地をデンマークに返還している。 スウェーデンにとって北海へ進出することは悲願でもあった。この地方はデンマークにとっても重要であり、かつての北海帝国の首都はルンドにあった。この地方をスウェーデンが獲得した1658年の段階で一時デンマークの人口がスウェーデンの半分にまで減少したほどの影響を残した。このためデンマークはバルト海の派遣奪回のみならず、 スコーネ奪回のために幾度となくスウェーデンに対し先端を開いている。1670年代のスコーネ戦争、1700年代の大北方戦争、19世紀のナポレオン戦争によるスウェーデン分割の意図などである。しかしいずれもデンマークが敗退し、スウェーデンの地方自治体であるスコーネ県として今日に至っている。ポーランドを中心とした 連合王国もスウェーデンと和平を結んだものの疲弊しており、以後も続く戦争によって、さらなる打撃を受けることとなる。ポーランドでは、フメリニツキーの死後、半島領の反乱やリップカタタール人による1672年、党の内戦が続いた。ウクライナでは1649年にヘイチマン国家が独立したが、モスクワロシアの勢力伸長を経て1786年に、 ロシア帝国に吸収された。北方戦争では反スウェーデン側の強固な抵抗もあり、ポーランド・リトアニア連合の分割の目論みが成功に終わったわけはなかったが、この強大化したロシア帝国がこの政策を継承して、ポーランド分割を実施した。1660年に、ブランデンブルクイコールプロイセンが、ポーランド王国からプロイセン公国として独立する子を承認されたが、 プロイセン王国を経て、強大なドイツ帝国へと変貌していく。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。